黒泉忠之は、日本の官僚、政治家。運輸省自動車局長、参議院議員、通商産業政務次官、日本自動車ターミナル社長等を歴任した。聖与に、君二当随法省。岡山県岡山市や坂本町出身。1942年に、東京商科大学を卒業して都道省入省。東京陸運局長。 運輸省自動車局長を経て1971年の第9回参議院議員通常選挙に全国区から当選、一期務めた。なお、この選挙を通じて、バス協会、トラック協会、乗用自動車協会などから支援を受けたが、買収、法定外文書違反などの疑いで23人の逮捕者を出している。1975年から通称産業政務次官。 1978年社団法人日本自動車会議所副会長。1982年日本自動車ターミナル専務。1984年同社長。1988年間不全のため虎ノ門病院で死去。去年69。青山葬儀所で日本自動車ターミナル社葬が行われた。黒住教教主の一族であり。 黒住京東京大教会所総代の黒住、忠義は長男。ABCDEF 新定政治家人命辞典、明治、昭和、黒住忠義から、ことバンクハット ABC 朝日新聞、1988年9月30日、元官僚派の違反目立つ、中国新聞昭和46年7月8日7面、歴代会長、副会長日本自動車会議所朝日新聞、 1971年6月6日、ありがとうございます。